どうも、Tコレクションのニッチです。どうも、Tコレクションのグッさんです。前回ですね、ちょっとベージュのアウターについてちょっとお話をさせていただいたんですけれども、はい、色ってアウターとかトップス以外にも、やっぱりボトムスで、取り入れる方もすごく多いと思うんですよ。実は好きですね、カラー系のパンツ。普通に定番で言えばジーンズだったりとか、他にも赤色のパンツだったりとか、緑色のパンツだったりとか、カラーパンツをコーディネートに取り入れるときにちょっと気をつけるポイントですね、をちょっと紹介していきたいなと思います、はい。カラーパンツでよくありがちなことなんですけど、私も昔カラーパンツ、ちょっと赤色のパンツとかいいなと思って、若い頃ですけど、ちょっと買ったことがあるんですけど、そういう時に履いて鏡を見て思ったのが、ボトムだけがすごく悪目立ちしてしまう、っていうことがあったんですけど、私と同じように思う方も結構いるのではないかなと、思うんですね、色でも特に派手な色ですね、で、やっぱ人目が行きやすいカラーパンツを履くことによって、視線が足に集まるということは、どういうふうに見えると思いますか？僕らみたいな身長やと、低身長を助長するというかね、こう視線が下に行っちゃうんですよね。そうですね。低身長の方ですと、やっぱりその自分の体型にコンプレックスがあるというか、気になるっていう方だと気をつけた方がいいかなっていうふうに思います、あとは足の太さにコンプレックスを持っている方とか、あとはその足の長さも、色がある分やっぱり分かりやすくなってしまうっていうのがあるので、やっぱり足の長さにもちょっとコンプレックスがある方とかも気をつけた方がいいですね、じゃあどうやったらそういうふうに目立たないように生きるのかっていうのは、視線を散らすですね、他の場所に視線がこう行くようにすれば、ボトムだけが目立つっていうのを避けることができるので、なるほど、例えば柄物、特に柄物でも、もうボトムで使ってる色と同じ色が入っている柄、例えば赤色のボトムだったら柄のお洋服のどこかに同じような色の赤が入ってる、あ、なるほどね、そう、そうするとやっぱりそこにも目が行くので、普通の柄、で下明るいボトムスだと、どっちも主張するので、結構ごちゃごちゃして見えやすくなる、と思うんですね、なのでその柄の中にボトムで使ってる色と同じ色を取り入れるっていうことで、すっきりとまとまりのある、仕上がりにすることができるので、そういうのに持ってくるといいかなと思います。なるほど。あとは、セットアップ。あ、セットアップね、今ちょうどメンズでもセットアップ、流行ってたりするんですけど、ジャケットとボトムの色合わせちゃう、そうするともう全体的にこう目が見えて、そうですね、足だけにいかない、というふうにしてカバーしてもらうのもいいかなと思います。なるほど、かっこいいと思いますね、そうですね、今セットアップやっぱり各種ブランドさんいろいろ出してますもんね。そうですね、あんまり明るい色とか、でちょっと挑戦しにくいなっていうふうに思う方もいると思うんですが、やっぱりそういう方にはベージュだったりとか、デニムパンツとか、ネイビーの、そうですね、その2色ってベーシックカラー、ベーシックカラー、言われる色なので、比較的いろんな色に合わせやすい色にはなるので、色がきついものを取り入れるのにちょっと抵抗があるなって思う方は、違う色から挑戦してもらえるといいのではないかなと思います。今季やとブラウンがね、トレンドカラーで上がってますんで、ブラウンのチェックのパンツとか、そういったのって結構見かけますけど、ブラウンとかも、そうですね、ブラウンもベースカラーに入るので、そうですね、ブラウンもいいと思います。ベーシックカラーからね、始めていただくと、そういったカラー系のパンツ、取り入れやすいかなと思うので、ぜひ挑戦してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。あ、なんか今日噛みそうな予感がする。どんな予感がするの？そうですね、挑戦してみて、